皆さんこんにちは、佐藤誠チャンネルです。今日は M&強行第28回お会いになります。今日は私佐藤と、あと情報は青木さん、はい、よろしくお願いします。今日のモデルは佐藤誠モデルのカオさんです。こんにちは。じゃあよろしくお願いします。もうね、9月も後半になってきて、もうあっという間にもう秋を、もう本当にね、秋っていう感じになってきましたけど、はい、まあ、まだね、ちょっと暑い日でありますけども、気持ちはもうすっかり秋で、はい、秋になるとね、やっぱりニットの時期でしょうっていう、ね、はい、やっと着れる、やっと着たっていう感じ。、はい、今日はですね、秋物のニットのワンピースまずご紹介したいと思います。はい、で今回 M&強行、いろんなね、毎シーズンいろんな柄出したんですけど、今回ね、おうち柄、はい、おうち柄っていう、おうちって、はい、あの家のおうちですね。はい、今日まさにこれ、カオさんが着てるワンピースが、はい、ちょっとね、いろんな家をモチーフにした、はい、階段があったりとかね、家が重なったり、なんかもう、ちゃんと屋根の形が、そうなんです、はい、ちょっとこれ、今日はなんか夜の、そうですね、月明かりが当たった夜の家な感じですけども、はい、もう色によってね、全然また違った感じ、あ、ちょっと今ピリピリだと思いますけど、はい、優しい感じとかね、あるんですけども、はい、まずじゃあ先にちょっと、色の方をご紹介したいと思います。はい、お伝えします。おうち柄ジャガードワンピースです。サイズは1、2の2サイズ。お色がベージュ、カーキ、ブルー、ブラックの4色。お値段が42,900円でございます。ベージュがこちらですね。そうですね、ベージュ、ベージュで、カーキ、ブルー、ブルーで、ブラックという感じですね。本当にお家が本当にたくさんあって、どうやってこんなにいっぱいいろんなところにつけるんだろう。ね、これでもあの色によって全然ね、はい、雰囲気が。そうですね。でも家って言われ、これは一番なんか家って感じですけど、はいはい、家って言われないところちょっと家ってわからない感じ。でも階段とかもあるんですけど、はい、そうね、なんか本当に確かにそうですね。ね、なんかヨーロッパのなんか、はい、地中海の家みたいな、はい、白だとね、白い家の夕暮れ時みたいな感じだったりとか、はい、場面場面の月明かりで、あの、はい、夜の家だったりみたいな、まあ、はい、まさに、ね、そんな感じなんですけど、今回ね、すごく遊びの今度色が配色で入ってたり、はい、ここ今カオさん着てるのは赤とか黄色入ってて、ブルー系にちょっとね、大胆な配色、はい、ホワイトが入ってたりと、で、カーキーとかはどちらかというと系、同じこう系統でまとまった、はい、パープルとかオレンジ、イエロー、ベージュみたいな、はい、ベージュ優しい色ですね。あとはブラックが入った、ちょっとモノトーンに若干の配色になるんですけど、これ実は、はい、これリバーシブルなんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。これリバーシブルで着ると、これこうはっきり A 出てますよね今、はい、リバーシブルで着るとなんかもうわーんと、もっと家がはっきり分かんなくなってくる、優しいリバーシブル、優しい家になるので、わーんと、あ、本当ですね、わ、うん、ーんとした、あ、でもちゃんとお家はお家なんですけど、はい、でちょっとね、ボーダーっぽく見えるようになってるんですよ、はい、ね、全然表と違うでしょ、はい、緑がちょっとピンクのところ、緑がわーっと混ざってきて、はい、ベージュの場合だとこんな風にわー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 っと優しいピンクとかのボーダーが出てきたり、はい、あとはブラックはこんな風にはっきりモノトーンだったのが、はい、このやっぱわーんとこうジャガードで見えてきたりっていう、はい、まあ、そんな風にね、裏でも表でも着れるような仕様にはなってるんですけども、はい、外色でね、襟に今赤が着てるの、あのブルーに赤の配色になってて、はい、でベージュはこうピンク、はい、そしてあとカーキはオレンジ、オレンジ、モノトーンにはこのグリーンということで、配色がちょっと襟に入ってるような感じになってます。ポイントになってるんですね。そうなんです。でこれ S レッドの糸を作ってるんだけど、結構ね、袖口とか見るとこんな風にチャラチャラってよじれて袋状になってるんですけど、すごいね、優しい、あの1枚2枚仕立てのとこ網で二重になってるような、はい、で、ウールの糸なんですけども、今日よりを強く入れてるんで、はい、あの結構ウールであれだからもさらっとしたタッチになってます、はい、それがね、二重になることによって部分的にシワシワと、よくね、あの山本京子でもあの端子でバランスの取れてない糸で、これもまあそうなんですけど、はい、全体にシワシワってなるのありますよね、うん、これは部分の柄の部分だけシワシワになったり全くならなかったりっていうのが、ね、出てきたりするんですよ。下の方の柄が多いところは、あ、そうなんです、そうなんです、結構わーっとシワシワーってなってきて、はい、で今日あの加藤さん今着てもらってるの、はい、あのこれ今 M サイズなんですけども、はい、お、加藤さん身長168センチ、はい、結構ねロング丈で、ここそうですね、まあ、短い丈が多いんですけど、はい、ワンピースはロング丈で、
今日はスカートで合わせていただいてるんですけども、はい、で長袖のセッターになってますで、はい、身幅がこちら M と L の展開、はいはい、身幅はとサイズ1で50センチ、サイズ2で54センチ。54センチ。まあ、結構ゆったりめの寸法にはなってます。はい、肩幅は、ね、結構その大きく作ってないんで、はい、こう華奢に見えるんだけど、結構まあゆったりめにダボッと着れるようなニットのワンピースのスタイル。で、はい、裾の方が結構、ね、こういったシワシワとか柄が入ってるんですけど、はい、結構すごい意外にこれ服装になってながらもすごい薄いんで、はい、結構ねこうストーンと綺麗に落ちてくるのが特徴の一つ。着た感じ、なんかロング丈、ちょっとロング丈なので、うん、すごくスタイルアップ、スタイルよく見えるなっていうのと、ね、あと軽いですね。軽いんですよ、はい、そうなんですよ。だからもう本当に秋の一番、秋一番立ち上がりで、もう着るまさにニットのワンピースっていう感じなんですけど、はい、もうね、ニットのワンピースっていろんなこういったいろんな柄入ったりとかっていう、今ほどあんまりないんですよね。はい、今の曲ではね、まあ、一つのワンピースってもう一つの顔になってるんですけど、可愛く着ていただく、はい、あともう色によって全然変わるんで、うん、結構シックな感じ、はい、シックな秋な感じですね、はい、あとはもうちょっと大人のブラック、でこのご時世なのでお家の中で、お家の中でお家の中でお家みたいなピースを着ておしゃれを、おしゃれをしてっていう、お家の中でもちょっとお出かけで、はい、車でお出かけなんかでもね、はい、いいですよ ね、ワンピースも、はい、結構ねニットだと車の中に入ったり立ったり座ったりすごくしやすいんで、はい、ゆったり着れるっていうのが、そうですね、だから楽なんですよね、はい、一回着ちゃうともうすごく着やすいんで、はい、でもうね、今日はちょっとワンピースにさんスカートちょっと合わせてもらって、はい、アクセントに、はい、このスカートね、今ちょっとエシナフリーの光沢の光線のね、なんかシャンブレーな感じなんですけど、はい、このスカート表と裏全然違うんですよ。今本当です、ね、これ、はい、カサルの今表ちょっと、もう少しもうちょっと見せてもらっていいですか。こんな風に中の柄が透けて見えちゃうんです。こんな風に。ちょっと周りがシフォンで、でプリーツっぽく、はい、ナチュラルプリーツになってるんですけど、はい、で裏はというと、これの裏は、はい、なんとこれなんです。全く違う商品ですね。全く違いますよっていう、はい、これ合わせてもね、すごく可愛いんですけど、はい、でこれね、二重になってて、今のこの下の色が、はい、まあ、ボーダーじゃないんですよ、はい、ブルーブルーちょっとこれ、うん、こういうところタコイズの、あ、本当だ、で裏側にするとこれになるの、これね、はい、いろいろ、いやね、このちょっとウエスト周りだけちょっとお話すると、ウエスト周りがこれ折りで、はい、これ折り物なんですね、はい、米沢の折り物なんですよ、山形の、はい、米織って有名なんですけども、で織り物でこう織ってって、で表と裏が違うようになるようにこうやって織っていきながら、はい、ピューッと織っていくんですけど、でウエストのシャーリングもどんどんシャーリングがヒューッと上に行きつつ下がって細かくなっていくんです、うん、これ全部織りなんですよ。へー、ミシンでね、こうやってシャーリングさせるんですよ、全部織りで、へー、だから自然な感じでこれウエスト周りにフィットしてくれるんですよ、うん、いや今どうでしょう、はい、全然締め付け感はないので、それが自然な感じなんだなって、自然とふわーっと締め付けながら、それでながらここに大きくタックとか入ってるんで、はい、でウエスト周りも同じようにしながら、これそのまんまずーっと同じように折っていって、裏をこれずーっと折っていって、表からずーっと折っていくと裏こうなっちゃうっていう、へー、今ちょっと俺どうやら顔したでこんなになっちゃうっていう、だからこうやって表で柄を透かして出すちょっとエレガントな感じの履き方と、すぐ上ちょっとね、今日はワンピースなんですけども、はい、トップスにちょっと無地の例えばニットとか、はい、下にこうやってピュッと可愛く、すごい可愛く透かして履いてもらうとか、はい、裏と表が全く、はい、大概ね、ほら裏と表が全く違うのよくあるんです、はい、裏すごい可愛く、すごくこう柄物で楽しんで、はい、表エレガント。ちょっとね、ステージ変わっちゃうっていう、はい、ちょっと珍しいですよ、はい、今までない、そうですね、表と裏二重の、で、これまたね、結構クロートが見ると、はい、1枚の織りで全部作ってるんですよ。別のところでね、ゴム入れるために二重に折り返して、お世話してますけど、はい、1枚の織りでこう全部作っちゃう。だから、実はね、
1枚なの。ウエスト周り、ウエスト周り1枚で、こっからこっから二重になってるの。こっからここからすごい不思議な彫り物なんですこれ、はい、とにかく不思議です。そうそう、これヨーロッパの人とか見たらええっていう、ここまで1枚なのにこっから二重になってるの、折りで、まあ、ちょっとまた日本の技術素晴らしいなっていう感じですけど、はい、でまあ ね、 そうですね、改めて、うん、合わせてもらっても、はい、で結構分量たっぷり取ってるフレアスカートなんですけども、この辺分量たっぷりフレアスカートなんですけど、はい、ここね、そういう下感じもさらっと薄く、はい、とても薄いですね、うん、そうですよね、はい、でウエストのところのシャーリングの下にタックがあるんですけども、これをちょっときちっとプレスしてるんで、本当はタック形状ちゃんと記憶されてるんで、はい、このプリーツ感がちゃんと残ってるっていうのも特徴になってます、うん、あとウエストはね、あんま締め付けのない、この折りでの締め付けとゴムでウエストの周りに締め付けてるんで、まあ、ゴムだとね、うん、ウエストで履いてもらったり、ちょっとそこ、腰、はい、まで履いてもらって、今、川さん、今日は今、ウエストでウエスト巻きで、はい、で、まあ、川さん、身長168センチで、はい、ちょっとね、まあ、このぐらいの丈になってます、はい、結構ロングめですね、まあ、そうですね、ちょっと長めな設定になってます、はい、社長、じゃあ私の方から商品の紹介を。あ、ここに紹介忘れてた。今、はい、フリーツスカートです、はい、サイズはフリーサイズです、はい、お色がブルー、ブラックの2色になります。で、カホさんが持っているのが、ブルーです。ブルーです、はい、で社長が持っているのがブラックになります、はい、お値段が4万700円でございます。ちょっとカラー展開が分かりづらいんですけど、もう大変失礼しました。ちょっと名前の付け方があまり上手につけれてないんですけども、こちらがブルー、このパープルグリーンがブルー、はい、そしてこの深緑上がこの裏側、これ裏側がこういったちょっとノトン系がブラック、はい、ベージュブラックになっています、はい、で、まあ、今こっちの方で、ね、見ていただいて、こっちの方がボーダー で裏はこんな風なシャンブレーで二重になっている裏の柄がこう浮き上がってくるような透けてるような柄になっているのが特徴なんですけども、はい、こっちの方ですね、裏がどうなっているかというと、裏がこんな風にこういった無地の上に重なってくるんで、こんな風な、こんな風な感じになります。ちょっとモノトーン系な、はい、まあ、こうやって見るとね、あ、ブラックかなっていう、はい、ちょっとこそうですね、されてみるとなって感じ、もうこんなに、あ、ちょっとこれ貸しましょうか、まあ、でもなんとなくブラックブラック、なんとなくブラックということで、はい、そういうのなんとなくブラックになっちゃった同じように、で、ウエストの周りはね、こんな風にパープル入ってるんですけど、まあ、パープルじゃなくてグリーンですね、ブルーグリーン、はい、で、こんな風に色になってます。で、ちょっとモノトーン系、モノトーン系の裏はこうベージュになってるんですけども、いろんな色がこうやって浮き上がってくるような、柄が浮き上がってくるような感じ、はい、そして裏がこんな風に柄物のスカートということになります、はい、ね、このロングで結構本当まさに今ちょうどこの時期いいですよね。あ、いいですよね、はい、今日それで可愛いヘマンド系、今ヘマンド系をこのソックスが結構話題なんです、はい、かわいいソックス結構ね、今いろいろ今街中出してるんですけども、ここのところね、結構ショートタグと思うんで、靴にこうやってね、柄がちょっと足元に見えるというような、はい、この着こなし本のが多いんですけど、はい、今回靴下ご紹介したいと思います。じゃあ情報お願いします。はい、はい、お願いします。ブロックジャガード柄ソックスです。サイズはサイズ1のワンサイズ、お色がベージュ、ブルー、パープルの3色なんですが、ベージュがご用意できなかったので、ネットカテットでご覧ください。お値段が3190円でございます。はい。私が今日履いてきたのがパープル。パープルですね。パープルに、はい、かわいいパープルに、ちょっと薄いパープルとの、はい、パープルに、ちょっとブルー系の配色が入ってるっていう、はい、感じ。柄が、いろんな柄が。ピッテラってる感じ。はい。で、ちょっとね、ベージュ今ちょっと手元にないんですけども、ネットで見ていただいて、それとこのこちらがブルーですね、ブルーですね、ブルー、はい、で、ブルーは結構ね、楽しくいろんな色がこういった
あのワインが入ってたり、はい、グリーンが入ったりイエローが入ってたりっていう、うん、まあ、ベースが足の先、つま先、かかと、はい、あの足首のところがブルーになった配色なんかね、こんな、はい、あの小さい子が、でも今もソックスがね、すごい機械も進化してて、はい、昔はね、こんな柄ってあめなかったんですよね。そうですよね、見たことないです。ここだけジャガードになってたりするんですよ、はい、ニットだとね、分量見てバラバラなんて、ね、そしたら全部、あとシャーリングって全部カットしちゃうんですけど、はい、だからここはね、ここは二重で、こういった柄のところはそこそこの厚みがあるんですけど、こうやってね、ジャガードになっててシャーリングしてて、だけどここはもう全部きれいに一枚仕立てて、はい、ほら、すっきり感があって、履いててもさらっと、はい、さらっとしてるでしょ、はい、かなりさらっとしてるでしょっていう意味でね、うんって言うしかなくなってどうもさらっとしてサラッとですよ、はい、まあ、コットンで結構、ね、あのストレッチ入れながら、はい、履き心地が本当にいいです ね、 そうなんですね。やっぱり足元のおしゃれって今やっぱ、ね、あの真ん中の場合すごいいろんな柄もたくさんあるんですけども、はい、結構無地のとかデニムとかジーパンとかパンツのちょっとあの丈の短いデニムの靴下、足元にちょっと柄が入ったりするだけ、うん、色が入ったりするだけで、はい、すんごい楽しく着こなしてもらえる、はい、おしゃれしてもらえるっていうのもね、足元まで、ね、はい、足元まで、おしゃれは足元からっていう、ね、足首から足元からでね、もうおしゃれしていただいてっていう、はい、で今日、この靴下もこの、ね、体も楽しくこうあの体もの靴下準備してるんですけども、なんともう一つ帽子も、はい、今日はご紹介したいと思います、はい、あ、じゃあご紹介したいと思います、はい、お伝えします。10ゲージチェック柄インターシャニット帽です。サイズはフリーサイズ。お色がレッド、ブラウン、ダークブルー、ライトグレーの4色。でライトグレーが今日ご用意できなかったので、ごめんなさい。店頭かウェブでご覧ください。お値段は1万2100円でございます。はい、ちょっと形がちょっとベレー帽っぽい感じ。そうですね。はい。この間も私ちょっと被ったんですけど、本当に合わせやすいので、また今日も被ってしまいました。ね、はい、あのニットのベレー帽ってちょっと可愛くね、ちょっと横に垂らしたりとか上に後ろとかまでいるんですけど、はい、今回はこの柄の部分、表の部分にグラデーションのジャガードが入ってる、うん、まあ、ニットなんですね。はい、でこんなに部分、例えば今ここの場合だとこうベージュからピンクからグリーンに変わった優しい色もあれば、うん、ここはオレンジのグラデーションだったりとか。うんうん、グリーンとか入ってる、はい、でさらにここにはグレーとかパープルが入ったり、うん、もう色によってね、まあまあ、茶色いもそんな感じだったんですけど、ネイビーはここにモノトーンのベージュとグレー系、またこっちにはまたパープルとか、ここにはね赤が入ってたり、うん、今コさんが持ってる赤には白とかね、はい、配色の色んな配色の色系が入ったりするんです。やっぱりねこうちょっと帽子柄物とか色でねちょっと遊んでもらえると、はい、先っちょこのようにバーッとこうすぼまってきてこう、うん、ちょっとねこうしてこちがついてるっていう、はい、いろんなカラー入ってますけど、うん、でも落ち着いた色味なので、そうですよね、はい、ベースがね、はい、合わせやすいですよね、すごく合わせやすいなって、うん、でちょっと遊びたい時はコスの赤で、はい、赤で、はい、まあね、楽しく着てかぶっていただけるかなっていうふうに思います、はい、今日はもうね本当に秋の、ニットでワンピースとスカート、靴下、帽子と4点ご紹介させていただいたんですけども、いよいよね、本当にもう M&M の秋のコレクション、どん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 こう毎週ご紹介させていただいてます。これからもまだまだ楽しい商品ご紹介させていただきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。